女優の伊藤沙莉さん。天才肌と言われる演技で、大ブレイク中の若手女優。だからか、彼女の周辺には、いろんな噂や秘密があるらしいのです。気になったので調べてみました。伊藤沙莉さん。1994年生まれ、千葉県出身で、学歴は高卒ということです。しかし、若干27歳にして、芸歴はすでに18年目。芸能界デビューは2003年、わずか9歳の時のドラマ。14ヶ月妻が子供に帰っていくでした。演技は未経験だったにもかかわらず、抜群の存在感で注目を集め、それ以降、2005年にはドラマ、みんな昔は子供だった、女王の教室という大ヒット作や、2018年、故・志村けんさんと共演した、志村けん in 探偵サヘイ60歳など、シリアスからコメディーまでこなし、その上、映画やナレーション、CM など、その振り幅には驚きを隠せません。2021年にはエランドール賞新人賞や、ブルーリボン賞助演女優賞を受賞して、業界では目下引っ張りだこ。そんな順風満帆の伊藤さんですが、その生い立ちは波乱万丈だったそうです。というのも伊藤沙莉さん、家族は母と5歳上の兄と3歳上の姉との母子家庭で育ったそうです。そうなった経緯について、相当いろいろあった家庭のようで、住む家が一時なかったんだとか。どうしてかというと、亡き父親が何かをやらかして飛んでしまったからだそうです。残された家族はお金もないため、伊藤さんは母親の幼馴染の家で、兄と姉は兄のサッカー仲間の家へと、一時は一家バラバラに。伊藤さんはまだ2歳でしたが、深く記憶に刻まれているのだとか、とんでもない目に遭っているのです。そのために、母親だけでなく、叔母も、朝から牛乳配達して、ほとんど寝ずに働いて、そんな生活も3ヶ月ほどだったそうで、3人の子供たちを借りたアパートに、連れ帰ったそうです。かなりボロボロのアパートでしたが、当時、兄弟3人が声を揃えて、お城だ、すごい、と喜んだ姿を見て、母親はじーんと来たそうです。それからは、布団3枚で家族5人、仲良く暮らしていたんだとか。ですから伊藤さんは自然と、家への執着心が強くなったのも頷けますね。それもあって、苦労を重ねて育ててくれた、母親と叔母に感謝の気持ちとして、一軒家を建ててあげたいと思って、母親にそのことを伝えると、最初、母親は断ったんだそうです。それでも最後の最後に、ローンを組んで頭金を出して、兄の仕事がうまくいったところで、押し付けるという作戦で、やっと母親は納得したそうですが、それを番組で初めて聞かされた兄は、長男ですから当然払いますけど、と言いつつも、なんとなく釈然としない感じだったとか、どこか天然なところもある伊藤さん。もう一つ、彼女には秘密があって、実は日本と韓国のハーフだということ。秘密といっても、自身が SNS でツイートしていますし、本人は韓国語は全く喋れないとのこと。ですが、とある番組で姉と2人は、激辛シスターズと呼ばれるほど、辛いもの好きなのも、実は、それが縁なのかもしれませんね。ところで、伊藤さんの兄と姉ですが、どういう方なんでしょうか。伊藤さんは、長男の兄のことを、ひも兄貴、と公言していたらしく、4年間も同居生活をしていた。その兄とは、なんとお笑い芸人、オズワルドの伊藤俊介さんだそうです。コンビは2019年から2年連続、M1 決勝の舞台に進んでいます。とはいえ、本格ブレイク前の吉本の芸人ですから、年収も高いとは言えず、同居時代の家賃負担は、
妹の伊藤沙莉さんが22万円、兄が4万円の負担だったそうです。オズワルド伊藤さんは引っ越す際に、妹の扶養を外れることについて、妹よ、本当にお世話になりました。本当に幸あれ。本当にありがとうございました。本当に仕送り、期待しています。これからも兄弟ともども、よろしくお願いします。と平気でツイートするほど、本当に仲がいいようです。そこまで兄の面倒を見てきた伊藤さん。実は、そんな兄が授業参観や卒業式に出席してくれたこともあったから、感謝の気持ちがあったのだと思います。そしてお姉さんですが、普通の一般人の会社員で、すでに結婚もされているようですが、テンションが高くて、いつも楽しそうな人なんだとか。伊藤沙莉さん、これだけの売れっ子にもなると、一体どれだけの年収なのでしょうか。ある情報筋によれば、2020年で CM が5本ほどあって、その他、ドラマ4本や映画5本に出演していることから、少なくとも5000万円はあったのでは？芸人の兄との格差は、今後、どうなるのでしょうか。伊藤沙莉さん、現在ドラマでは、大ヒット作の続編の、いいね、光源氏くんシーズン2が、お茶の間で話題を呼んでいると同時に、俳優ではなく声優としても、大豆田十和子と3人の元夫では、彼女のナレーションが効果的で、欠かせない魅力なんだとか、幼い時からコンプレックスだった。独特のハスキーボイスを聞くために、ドラマを見る人も多いそうです。今でこそ順風満帆の伊藤さんですが、子役時代には役柄の性質もあって、ジレンマもかなりだったそうです。というのも、もともとは女優ではなく、モームスに憧れていたほど、幼い頃からダンススクールに通い、たまたま友達と一緒に受けた、オーディションで合格したことが、きっかけで始めた子役が当たって、しばらくいじめっ子の役が多くなって、周りから怖がられたことも、次第にいろんな気持ちが入り混じって、一時はオーディションに落ちすぎて、小6から中学まで周りからは、売れない子役と呼ばれていたそう。そんな中、同じ子役出身の、女優の松岡茉優さんと知り合って、今でも大親友なんだとか。そして、伊藤さんにとって、忘れられない出来事があるのだとか。何かというと、子役時代、11歳の時に出演したドラマ、女王の教室の撮影時、主演の天海祐希さんに呼び出され、恐る恐る行くと、こう言われたのだとか。あなたは、メインで抜かれるところじゃなくても、必ず、しっかり気を抜かず、お芝居をしている。当たり前かもしれないけど、それができる子は少ない。この先、何があっても、その気持ちを、絶対に忘れないで。どこかで誰かが見ているし、絶対誰かが見つけてくれるから、そのままでいて。と、意外な言葉をかけられたそう。その言葉を胸に刻んでいたからこそ、今の人気につながったのではないでしょうか。これまで、いろんな弱みを克服してきた伊藤沙莉さん、これからの活躍から目が離せませんね。